いや、やっぱこの魔王鉛筆っていうのは書きやすいであるな。こういうアナログのテクスチャー感がありながらもすごいスルスル書けてめっちゃこれ書きやすいのである。ああ、お絵描きが楽しくなるであるな。でもの、これ、線画はすごい綺麗に塗れるんだけど、色塗りするときめんどくさいんであるよの。こうやって色塗り用のレイヤーを用意した状態で、ぬって塗ると。こんな感じで綺麗に塗れねえのである細かい隙間とかもいっぱいできてしもとるし、ベクターレイヤーだったら便利だ便利だってあの魔王言うとるけど、ラスターレイヤー勢のことは無視なのかの。そういうとこ魔王あるからの。あの魔王も大したことねえのである。というわけで、今回は魔王鉛筆などテクスチャーの効いたブラシを使った際に綺麗に色の下塗りができる方法を伝授しようと思うのであるぞ。ラスターレイヤー、ベクターレイヤー双方での解説を行うので、クリップスタジオの様々な線画の描き方のスタイルにも使えると思うので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいのであるぞ。ではまず簡単にベクターレイヤーの特徴と色塗りの方法をおさらいしようと思うのであるぞ。ベクターレイヤーとは、普通のラスターレイヤーと何一つ変わらないお絵描きができるレイヤーである。ただこのレイヤー実は大きな秘密があり、この通り描いた線は全て情報として記録され、後々この情報をもとに加工加筆ができるという特殊なレイヤーなのである。なので後から線画をこのように太らせたり、逆に線画を細くしたり、描いた点一つ一つを移動して思った通りの形に作り直すということすら可能になるのである。これがベクターレイヤーの大きな特徴であろう。デメリットとしては、線を描くということには長けておるが、色を塗る、塗りつぶすなどのことを一つのレイヤーで行うことができないという点がデメリットであると言えるであろう。ベクターレイヤーで色を塗りつぶす場合、まずは線画を描いたベクターレイヤーの下に新規のラスターレイヤーを用意しておこう。そして自動選択ツールで色を塗らない外側の部分を選択する。図で示すとこのような緑色の部分を選択している状態になる。この状態で選択範囲を反転を行う。選択範囲を反転したことでこのような状態に選択範囲が作られているということになる。この状態で塗りつぶしを選択すると、この通りキャラクターの色を塗る範囲を一瞬で作ることができるのである。この状況で塗りつぶしツールの他レイヤーを参照の状態で、ベクターの中心線で塗り止まるにチェックを入れていることを確認しよう。もしこのベクターの中心線で塗り止まるが表示されていない場合は、ツールプロパティパレットの右下にあるサブツール詳細パレットを表示するというこのスパナのアイコンをクリックして、参照先という項目のベクターの中心線で塗り止まるの目のアイコンをクリックすれば表示することができるのであるぞ。そしてベクター線の中心で塗り止まるにチェックを入れると良いであろう。この状態で仮にちょっと肌の部分を一回塗ってみよう。するとテクスチャーが効いている線画でも関係なく綺麗に塗りつぶすことができた。そしてこの状態で言うと線画の不透明度半分ぐらいに下げて、そして拡大してみると分かるのであるが、先ほど言っていたベクターの制御点があるのが分かるであろうか。この中心点までしっかりと塗りが食い込んで綺麗に塗りつぶしているのが分かるであろうか。ベクターレイヤーを使う最大のメリットは、この色を塗るなどの際に綺麗に線画にまで色を食い込ませ塗ることができるというところに尽きるであろう。なので我の講座ではベクターレイヤーを使うということを大きく推奨しているのである。ただラスターレイヤーで線画を描く、線画を塗ったり重ねたりする方式で描くものにとってはベクターレイヤーは使いづらいというものもいるかもしれない。なので次のコーナーではラスターレイヤーで綺麗に塗りつぶす方法をいくつか伝授しようと思うのであるぞ。では次にラスターレイヤーで線画を描いた場合の綺麗な色の下塗り方法を解説しようと思うのであるぞ。
まずは先ほど使っていたホカレイヤーを参照という塗りつぶしツールを複製しよう。サブツールパレットの画面右下、現在選択されているサブツールのコピーを作成しますというものをクリックし、こちらにラスターレイヤー用という塗りつぶしツールを作っておいた。名前やアイコンなども変えることができるので、サブツールの設定のところから名前を変更したり、ツールのアイコンの色などを変えることができるのであるぞ。今回は分かりやすく色を変えておいた。こうすることでツールパレットでどちらを選んでいるのかというのが直感的に分かりやすくなるのであるぞ。では今複製コピーした状態で、先ほどと同じようにキャラクターの肌の部分を一回塗りつぶしてみよう。パッと見塗りつぶせているように見えるが、拡大すると線画のテクスチャーが効いている際のところで塗りが止まっているので、このように白くチラチラとフリンジが見えてしまっているのがわかるであろうか。この縁の部分が綺麗に塗ることが難しいのが、このようにテクスチャーが効いている線画の難しいところと言えるであろう。これを解決する方法として、ツールプロパティパレットの細かい領域に染み込むにチェックを入れる。そして次に領域拡縮で拡縮方法を丸く拡張を選択されているのを確認した上で、およそ 0.1 ミリから 0.2 ミリ、ピクセルの単位数でいうと1ピクセルか2ピクセル、領域を拡縮するという設定にしておこう。我は 0.7 ミリの魔王鉛筆で線を引いているので、およそそれの3分の1から半分ぐらいのサイズ、2から3ピクセルぐらいを選択していると良いであろう。今回は2ピクセル拡縮する、 0.2 ミリ拡縮するということにした。ではこの状態でもう一度同じ部分を塗りつぶしてみよう。するとテクスチャーの効いている部分にまで色が食い込んで綺麗に塗りつぶせているのがわかるであろうか。線画の不透明度を下げてみると、この通りベクターの中心線で塗り止まると似たような効果をラスターレイヤーでも行うことができるのであった。これを繰り返せばこのように綺麗に塗りつぶすことができるようになったのである。そして塗りつぶしを繰り返せば綺麗に肌の部分を塗りつぶすことができた。このまつげのように線画を描き込んでいる部分や、どうしても細かい部分など綺麗に塗りつぶせないパーツが出てくることがある。こういう時にはサブツール図形の中にある投げ縄塗りというツールを使って、塗りつぶせていない部分を囲ってこのように塗りつぶしていこう。我の講座の中ではもうずっと出てきておるツールではあるが、これを使うことで広い面や普通に塗りつぶすのが難しい面を簡単に、そして瞬時にシャープな塗りで塗りつぶすことができる。これで線に囲まれていない部分や塗りつぶしきれなかった部分をきれいに塗りつぶすこともできるようになるのであるぞ。これできれいに塗りつぶす方法は分かったと思う。しかし先ほどベクターレイヤーでやっていたような一気に全体を塗りつぶす方法はないのかというポンポコリンも多いであろう。もちろんそういうツールもあるので、今回はそちらも説明しようと思うのであるぞ。塗りつぶしツールの中にある囲って塗るというものを選択しよう。この囲って塗るを選択した状態で、塗りたいキャラクターを選択範囲で囲い離すと、一瞬で線が閉じている部分を自動的に塗りつぶしてくれる機能が発動するのである。このようにテクスチャーが効いている部分まで綺麗に塗りつぶしてくれるので、一瞬で下塗りが完了した。ただし先ほど言った通り、囲ってある部分を塗りつぶすと言っているので、図の緑色のような実際には色を塗らなくていい部分にまで色を塗ってしまっている状態になっている。こういう時にはどうすればよいかというと、先ほど作ったラスターレイヤー用の塗りつぶしツールを用意して、クリップスタジオにはメインカラー、サブカラー、そして透明色という色を3色選ぶことができる。この透明色という色がない透明の色というのを選択することができる。この状態で先ほど色が塗りつぶされてしまった部分を塗りつぶすと、この通り不要な部分を塗りつぶすことで削除することができた。これを使ったことでこの通り綺麗な塗りつぶしを瞬時に作ることができたのであるぞ。ここからは実際に先ほどカスタムした塗りつぶしツールを使って
キャラクターに大まかに下塗りをしていこうと思うのであるぞ。細かく塗りきれなかった部分は投げ縄塗りツールなどを使い、それぞれのツールが持つ特徴を生かした下塗りを行うことで、より短く、そしてより正確に色を塗ることができるようになるのであるぞ。というわけで、こちらが完成したイラストである。基本的なツールを知っているか知らないか、その基本的なツールをどう使うとどのような効果が得られるのか、それを知っているだけでこれだけ仕上がりに差が出るということが分かったであろうか。仕上がりだけでなく、どれだけ短い工数で完成に近づけるか、それをきちんと知り、それを活用することこそが絵を描く者にとって大事なことであるのかもしれないのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。